こんにちは、ドクターネックスです。今日は共同室で負けるわけにはいかねえ紹介していきたいと思います。まずは覚醒。それじゃあレベル200まで持っていきましょう。こちらです。はい、こちらがレベル200、フル強化した共闘室ガヤ。キラーは死神キラー、アランカルキラー。必殺技氷点百花草漂流旋尾。氷点百花草の頂から漂流旋尾を放ち、暖的全員絶大ダメージを与え氷結にする。ソウル特性は強攻撃 20% アップといったところですね。今回は天神体金雪金パプルス、すべてで S30 で、とりあえずここはクールタイム短縮という形でやっていこうかと思います。負けるわけにはいかねえ。思い出せお前の居場所。失礼や東四郎、残白刀反乱時にはお互い剣を交えたが、氷輪丸の洗脳が解けた後は氷輪丸が負傷した失礼の看病をするなど信頼ある主従関係を築いている。散々大人バージョン使ってるから、なんかちびちゃんバージョン若干違和感感じるよね。さあ技なんで一語降臨をやってみましょう。あー、しまった、味方連れてきちゃった。負けるわけにはいかねえ。無駄だ。あれ、まだだ。まだか。無駄だ。さあ、通常はまあ、そこそこでの早い4段ですね。強攻撃1、突進攻撃。強攻撃2、自身は突進はしないけども前方に、ダメージ。強攻撃3、容赦らしねえぞ。はい、トグロ巻いてるような状態の氷輪丸ですね。横ハーネはそんなに広くないのか。無駄だ。よし、まあ、この室内はダブルキラーで持っててもなかなか腐ることはないと思いますね。特に旋回門クエスト等で今後役に立つと思います。今半分寝てたわ。もうダメだこれは。サクッとサクッと倒す。お前が逃れる術はねえ。さあボス、ふざけてんじゃねえぞ俺が。お前が逃れる術はねえ。はっ、キラーも刺さってますよね。手間かけさせようか。はい、負けるわけにはいかねえですね。今回共闘室が一番今やってる新しいキャッチャーですね。彼出てきた共闘室が、まあ、やっぱりダブルキラーは優秀ですね。死神アランカルキラー、まさにドンピシャな、グループバトルが来てもおかしくないんじゃないかなと思ってます。今回はここまでです。眠い、もうほんときつい。はい、以上ドクターデッケーズでした。お疲れ様でした。